はい、皆さんこんにちは、あげおです。今回は阪急杯の最終予想となります。阪急杯の好調競馬は画面の3頭です。詳細な調教解説や全頭の評価は別の動画で行っています。リンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。というわけで、ここで阪急杯の本命を発表します。2024年、阪急杯の本命は、サトノレイブです。ここからはサトノレイブの詳細な推奨理由を説明していきます。今のスプリント路線は昇級初戦の馬が通用しやすくなっています。まず、オープン以上の芝戦2から芝戦4における昇級初戦のデータを見ると、かつては勝率 5% ぐらいでしたが、近年になって勝率は2倍以上に跳ね上がっていました。去年は昇級初戦の馬の単勝を買うだけで儲かっていた計算で、一昨年なんかは単幅ともに 100% 近い回収率が残っています。こうなっている理由は、今のスプリント路線における既存勢力が微妙だからでしょう。最近の芝短距離重賞を振り返っても、路線変更してきたママコチャがいきなりスプリント王者になったり、先日の京都牝馬ステークスでは叩き台とはいえ名村クレアがあっさり負けたり、シルクロードステークスも路線変更してきたエターナルタイムが構想するなど、路線変更してきた馬や昇級初戦の馬など新興勢力の台頭が目立っています。今回も朝からキングやダノンティンパニー、そして、サトノレイブなど、昇級初戦の馬や路線変更してきた馬など、新興勢力に大きなチャンスと予想します。その新興勢力組の中で選んだのがサトノレイブなのですが、この馬を選んだ理由は、まず追い切りの内容です。改めて説明すると、今回の最終追い切りは、パワーの外側を通ってのものでしたが、それでもラスト3ハロン35秒台をマークし、直線に入ってからも抜群の手応え。手綱を緩めると一気に青瀬馬を突き放す動きができていました。状態が良さそうなのはもちろん、非凡な才能を感じさせる動きです。さらにこの馬の2走前、勝浦特別は翌日に行われたスプリンターズステークスよりも早い勝ちタイムでした。この時3着だったカンティーユがリステッド2着、2着だった森のドリームもオープン特別4着と十分オープンクラスで通用しているところを考えても、サトノレイブの2走前はハイレベルな内容だったかなと思います。ロードカノロアとしのぎを削った白山ムーンの弟という血統背景を考えても、サトノレイブが非凡な馬である可能性は高いです。一勝クラスではありますが、大馬場で勝ったこともあり、極端に道悪が苦手ということもないでしょうし、ここはまだ手頃な人気で買えそうなこの馬を積極的に狙っていきたいと思います。というわけで、今回はこの辺で終わらせてもらいます。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。